二代目、広沢虎蔵は、昭和時代の浪曲師、俳優、東京府東京市芝区白金出身。本名は山田新一、旧姓は金田。少年時代から何は武士を好み、腕自慢の素人として天狗連で15から16歳。五郎には、東川春園の名で人気を取っていた。京立電気電線に就職していたが、それを辞める。電気工事の職人として、 東京駅の大ド系取り付け作業を模したという、地元の初代、木村重松や東ずや小学園に弟子入りを志願する。が、コートと断られ、どうしてもプロになるべく、藤月氏の手引きで公爵氏の極道林生のもとに19歳の時に通ってネタを仕込む。あとに、修行は関西で、人気は東京で、とよく言われるように当時関西浪局会の巨頭であった。 老極死二代目、広沢虎吉に、弟子入りする。はじめ広沢春園、広沢天活、後に天下と名乗る。1922年23歳で二代目、広沢虎像を襲名。長兵検査で、麻布第三連隊に入園したのを機会に帰郷。師匠譲りの関西説から、中京説の別校、蔡虎丸や関東説の木村重松らの節回しを、 独自に取り入れた節回しに節を作り替え、戦前から戦後にかけて一世を風靡した。持ちネタは、国貞ただ春、来年ため上門、雄天吉松、官営三馬術など多岐にわたり、中でも人気を博したのが、講男子三代目、神田白山の十八番を追いかけ回して習得した、清水二郎朝伝であった。虎蔵本人が途中から白山に、 弟子入りしたと言い分を書いているが、これは誤りで弟子の神太郎さんから習った。とりわけ森の石松を題材にし、特に、飲みねえ、食いねえ、バカは死ななきゃ治らないの森の石松三十国戦道中が知られ大ヒットしたフレーズは、ラジオ放送の普及も、相まって、戦前戦後を通じて、国民的な流行語となった。虎像自身の声は、ショートでマイクがない時代に、 大きな会場だと、後ろから、聞こえん。もっと大きな声を出せ。と、ヤジが飛ぶほどであったが、ラジオやレコードの登場に助けられたのである。1926年5月30日ラジオ発、放送。演目は、二郎町と活動。虎像を一躍有名にしたのは、すでに二郎町伝を皮切りに、ラジオに出演し、売り出し中のこの時期に、自身も巻き込まれた。 交通事故である。1933年、世田谷紐屋の電車踏切で、寄せ掛け持ちのため一行が移動中のタクシーが電車と正面衝突。虎像のマネージャーが即死、運転手の助手も、既得運転手は2週間の重傷。虎像も、品種の重傷を負うものの、命は助かった。この事故を新聞各紙が報道する。その後、 1938年後楽園球場で独演会を開くなど、その名上司は虎像武士として一世を風靡、また戦前から映画に積極的に出演し、劇中でしばしば何わ武士を演じていた。映画出演に関して、吉本工業のマネジメントを受けるだけでなく、浅草花月など当時吉本が東京に持っていた多くの劇場にも出演、半ば、 吉本の専属状態となっていた。当時の出演映画には、出演者として、広沢虎像とクレジットされているものもある。1940年晩か広沢虎像映画出演問題をめぐっての、浅草田島町殺傷事件は、老曲家の伝統生活中の、最も悪質に属する部分の現れと見てよい。戦後にも前世は続き、 浪曲の枠を超えた人気者の虎像は民放の登場により、ラジオ浪曲ブームの牽引役として、連続読み番組を長年持つことになる。開局翌日1951年12月26日には、二郎長伝のうち、石松大さんが開始され、戦前の NHK の年数度の放送から、この週一度の連続読み番組で34%、 民放で独創トップの工場手率を獲得する。当時の銭湯では、虎像の旅行けばと不死真似をしてうなる声が頻繁に聞かれたというエピソードが昭和史の一面として残されている。1959年に脳一血で倒れ、言語障害を発症。リハビリに取り組むも回復せず、1963年の引退工業をもって、老曲界から身を引き、 翌1964年死去した、65歳没。戒名は、小寿院、五道美神古寺。三代目虎像は、弟子の虎之助が1966年に襲名。虎像の死後、老極界には虎像に続く、図抜けた大スターが生まれず、以降老極界は、現在まで続く、長い冬の時代を迎えることになる。だが、虎像本人に関しては、 死後50年経って、清水次郎朝伝を全く知らなかった世代も巻き込んで、いまだに評価されている。妻は、愛者未戦も務めた曲子の美海吉美。次男の山田次郎は、NHK 佐賀放送局、ラジオ東京、TBS の元アナウンサーである。日本映画データベースは、日本映画データベース欠損文映画3作品プラス2本。ありがとうございます。